まずその強制されている人の命を第一と考えて、私たちの応援してほしいです。よろしくお願いします。というふうに警察が立ち会って、他の体の部分を確認することを許可せずに、無理やり埋葬させるというような、いろんなパターンが報告されています。ところで、その強制労働、さらにはその背景にある大規模な強制収容という、こういう犯罪行為に間接的に加担してるかもしれないと、自分はもう無関係でいられなくなってるかもしれないというふうに、ちょっと考え方を変えるようになりまして、特に欧米とかが、過去